メリケンカルカヤは、イネかメリケンカルカヤ族の雑草の一種。直立する茎には、枝が多く、多数の綿毛をまとった穂がつくが、枝は主系に寄り添い、また綿毛の穂は、成熟時まで土に包まれるので単独の茎のみのような、姿で見られる。直立する、多年生の草本。茎は、多数が、基部から束になって生じ、高さ50から120センチメートルに達する。 当然ながら、普通は緑色であるが、果実が熟する頃には葉まで赤褐色になり、遠目でもよくわかる。節ごとに生じる葉はその基部が幼少となるが、この幼少は左右に扁平で背中側には竜骨があり、また茎の下部では互いに抱き合うように折り重なっている。葉端下は高さ0.6ミ、mm、リメートルほど。幼心は長さ10から30センチメートル。 幅2から5ミリメートルだが、中央の主脈で左右から2つ折りとなり、多くは茎に沿う形で直立する。下記は10から11月。茎の上半分ほどの部分では、節から出る葉が養子を持たない鞘の部分だけの、包容となり、その長さは数センチメートルで、その内側に2数本の層、つまり、コボの並ぶ軸を抱える。この軸には、コボが並んでおり、 軸とコボの柄からは、多数の細くて、長い綿毛が生えている。またこの軸には、コボごとに関節があり、成熟時にはこの関節で分離し、軸の一部とコボとが、ひとまとめとなって脱落し、風によって散布される。和名はアメリカから来たカルカヤの意である。バラバラになった穂の部分蒸気のようにこの植物の果樹は、房の軸にコボが並ぶ形をとるが、 その細部はなかなか複雑である。まず軸に並ぶコボには2型があり、柄がなくてそのまま基部が主軸に接する無柄コボと軸から伸びる柄を持つ有柄コボがある。有柄コボの柄は無柄コボの基部から出ており、この2つが1つのセットを作り、それが軸に並んでいる。このような2型のコボが1つのセットを作るのは他にも例が多く、その場合、 夕柄コボの方が種子を作らないことも多い。が、本種の場合、それが極端で、コボそのもの。つまり、栄や花の構造は全く存在せず、柄のみが存在する。つまり有柄コボの存在はその柄だけでしか、確認できない。その柄は、長さ4から5ミリメートルで、無柄コボよりやや長く、また全体に柔らかい毛が出ている。この毛は、長さが8ミリメートルを超える。 またこの毛は平毛で、つまり柄に対して直角に近い、大きな角度で出ている。無柄小母は、長さ3から4ミリメートルで、輪郭は非新型をしている。二小花からなるが、木部側の第一小花は退化して、森へのみを残し、第二小花が両生毛として結実する能力を持つ。一体の方へはほぼ同型で、質は厚く、脈は明らかでない。第一小花の森へは、 薄い膜質で円に近く細い脈が2本走る。第二小花の森 A は他の A よりずっと小さくて膜質だがその主脈は突き出して長さ1から2センチメートルにも達する細いのぎとなっており、この部分は小布全体から突き出して伸びている。蒸気のようにこの植物では草の軸の関節で折れて散布体となる。したがってそこには コボ 1>, 1セット分のフサの軸に、無柄コボとアリガラコボの柄がついており、軸とアリガラコボの柄から生じる、長く細い毛に覆われている。この毛が風を受け、散布体の分散に預かる。原産地は、北アメリカで、南アメリカ、東、アジア、オーストラリア、太平洋諸島にも外来種として分布する。 オーストラリアなどでは侵略的な外来種として扱われている。日本における本種の導入経路は不明だが、1940年頃に愛知県で確認され、現在では関東地方異性に広く分布している。各地で増加しており、在来種や農作物と競争縮蓄する危険性がある。従って外来生物法により要注意外来生物に指定されている。 二十歳、水田のあぜ、果樹園、牧草地、き地などに発生する。本種は長らく、牛草と同族とみなされ、その俗名を牛草族とされてきたが、現在では別族とされ、牛草は牛草族スキサチリウムに移された。現在は、同族の種で、日本で広く見られるものはない。原産地である北、アメリカには類似のものが他にも多いというが、 日本では他に似たものはいない。同族では他に、この種の木化が確認されている。メリケンカルカヤに比べ、草丈が高く、コボが多く密になっており、全体的に豪壮な印象である。沿岸域の荒れ地で稀に群生している。なお、蒸気のようにかつて同族とされたものに、牛草 S, S ブレビフォリウムがあるが、これは湿地に生える小型の草であり、本種とはあまり似ていない。 ありがとうございます。